ガキ、こんなことしてタダで済むと思うなよ。なんだ、造船所ってのはヤクザ雇ってんのか。おう、ヤコウが説教すんじゃねえ。いい加減にしろよ。なんだ、ガキ相手にそんなもん出すのか。やってみろ、やってみろってんだ。撃てもしねえくせによ。てめえ、待ちなさい。このガキ。なんだてめえは。主の顔も知らないで押し込み強盗か。まあとにかくそれはこちらへ返しなさい。来るな。おい、すまなかったな。だが元はといえば自分が身の丈以上の盗みなどするからだ。だが年の割には度胸もある。腕っぷしも強いようだ。なんだよ。お前うちに来い、面倒見てやる。え、どこか帰るところがあるのか。一緒に来た連中と愚連隊なんぞ続けても先はないぞ。仲間はどうした。うちの者が少し懲らしめはしたがな。もう帰ったぞ。え、この一件誰の差し金かと聞いたら、お前がボスでお前にそそのかされたとあっさり吐いたぞ。全員が口を揃えてな。お前は仲間だと言っているが、自分が少しでも苦しくなったらすぐに人を捨てる連中だ。それが仲間なのか。そんな連中とつるんで何ができる。何の意味がある。昨日までの自分を捨てて家へ来い。お前を一人前の男にしてやる。俺は余命連合会の顧問になった。でもすぐには馴染めなかったよ。兄貴分だろうが誰だろうが気に入らなきゃすぐに手が出ちゃったさ。だからもっぱら仕事は鉄砲玉ばっかだよ。喧嘩が始まると真っ先に広瀬行ってこいなんて感じでさ。でもそんな俺をクルスの親父は大事にしてくれた。喧嘩に勝つたびにうまいもん食わせてくれて、小遣いもいっぱいくれて、でも何より褒めてくれたのが一番嬉しかった。褒められたかったんだ、親父に。
喧嘩だけが取り柄の真剣なプライドしかなかった俺にさ、クリスの親父は生きがいみたいなもんをくれたんだ。口には出せなかったけどさ、本当にありがたかったぜ。それから何年かして俺は親父に呼びつけられた。夜中だった。遅くなりました。親父、何でしょう。最近はどうだ。え、あ、はあ、ぼちぼち、なんとか。広瀬、お前にとって私は何だ。え、あ、はい、陽明連合会の会長、そして岩見造船の社長、それから、とにかく器がでかくて金も力もあって、そう完璧な男です。そして俺が親父と呼べるたった一人の人です。広瀬、私はこの広島が好きだ。雄大な自然、そして素直で活気にあふれているこの町で暮らす人たちも好きだ。はい。岩見造船は大きな会社になった。私も人並み以上の財産を築けた。だが私の会社があることで広島の人々に仕事を与えられたこと、それこそが最も大きな喜びだ。陽明連合会とて同じだ。お前のような人間でもこの広島でちゃんと暮らしていける受け皿が必要だと考えたからだ。はい、ご恩を忘れたことはありません。だが闇造船も陽明連合会も全てなくなってしまうかもしれん。なぜです。尾道にある秘密が眠っている。え、その秘密が明るみに出た時、会社も組も終わる。無論私も終わりだ。何なんですか、その秘密ってのは。それは言えんのだ。でもそうか、わかりました。その秘密ってのを盾に親父を揺すってるやつがいるんですよね。くそ、でも大丈夫です。今すぐぶっ殺してきますよ。親父、教えてください。そいつは誰です。尾道のどこのもんですか。残念だが人一人決して済む話じゃないんだ、広瀬。じゃあ一体どうするよ。親父、俺でできることは何でもします。何でもしますからね、親父。広瀬、筋が通らない話だが、それを承知の上で頼みがある。尾道の秘密、闇造船と陽明連合会を消し去り広島を揺るがしかねない、その秘密を私と共に守ってほしいのだ。秘密を親父と守る。そうだ。秘密の中身を聞かされずとも、その秘密が一切外に漏れることがないよう命を張るということだ。生涯をかけてな。中身も聞かされず生涯をかけて、それは確かに中身も知れない秘密を守ることはとても辛く、
大変な覚悟が必要なことだ。いえ、わかりました。そうか。でもその返事は私の覚悟を見てからでいい。お前に大きな覚悟を求めるなら、私にも同じ覚悟があるとお前に知ってほしいのだ。覚悟って、親父、秘密を守るくらい俺でも。私だ。はあ、すぐに来てくれ。お、なんだ、広瀬じゃねえか。兄貴。親父、お呼びで。兄貴。親父。なんてこと。私は今初めて人を殺した。見ていたな。どうする、警察に通報して私を売るか、それとも墓場まで持っていく覚悟で秘密にできるのか。尾道の秘密は、あの秘密はこんなこととは比べ物にならん。その秘密が永遠に守れるなら、私は鬼でも何にでもなる。頼む。この通りだ。会社と組、いや広島を一緒に守ってくれ。ビビったけどさ、不思議な気分だったよ。あそこまでされたらさ、もう秘密の中身なんて二度とキックも起きなかった。でもその秘密を守るため、あんたが何人も殺す羽目に。都政の義理ってやつさ。嘘だよ。親父に頭下げられた瞬間にさ、親父のため、広島のため、日本のため、そのためにこんな自分でもなんか役に立つんじゃないかって、本気でそんなこと思っちまったんだ。バカは怖いよな。でもあんたなら分かるだろう。分かんねえか。広瀬は私の命令を忠実に完璧にやり遂げた。自分が兄貴と呼んできた陽明連合会の幹部を何人もその手にかけてな。尾道の秘密は私の部下、仲間だった者たちの屍に守られてきた。桐生さん、あんたがたった今暴いたのはそういう秘密なのだ。故にその行為は万死に値する。おやっさん。南雲、何をする気じゃ。おやっさん、やれ。広瀬、この場にいる者は全員道連れになってもらう。そいつもまとめてやってしまえ。おやさん、もうやめてくれ。何をしている、広瀬。
メなんですよ親父。こいつは南雲はおやっさん。そうだお前頭悪いから尾道の秘密が何なのかよく分かってないよな。だからそこどけな。親父こいつだけは勘弁してやった。今さら日和寄って。おやっさん、一つ言ってなかったことがある。かつて大東寺が私に命じたのはな、実を言えば戦艦の破壊だった。その代わりに秘密を知る同胞の皆殺しを提案したのは私だ。何だと。戦艦が跡形もなくなれば私は大道寺に対して切り札を失うのでな。待てや。ほっとけ。え、あの人ももう終わりだ。すげえな。あれ、俺もさ、尾道の秘密ってのが何なのか、本当言うとずっと知りたかったんだよな。ありがとうな、あんちゃん。親分。南雲。なんじゃ。松永。おやっさん。本当はお前らに殺されてやりたかったんだけどな。どういうことじゃ。お前らの父親は俺の兄貴分だった。分かっとります。じゃけえおやっさんはわしらの面倒を。そうじゃねえ、兄貴たちも尾道の秘密を知る生き残りだったんだ。だからよ。Oh.